はい、どうもヤズです。それではドラクエ10バージョン2やっていきたいと思います。よろしくお願いいたします。それでは続き、この扉の先に何が待っているのかやっていきましょう。さあ行くで。ザンクローネさんに会いたいね。さあブルボート行くで。この一番先まで行けばいいと思う。ハロウィンだね。カボチャマンいるぞ、カボチャマン。でもあえてぶつからないってね。戦ってたまるか。残り2分か、元気タイム。無理だな、これ。この先ボスがいる気配がすごくするんだが、ただ、あえていかん。おう。この多分さ、くぼみの先に宝箱ありそうだよね。この上。やっぱりな。行ってみる？全部さ、今、思ったんだけど、宝箱無視してきたよね、私ね。ストーリーが全てだから。まあいいんだけどさ。ああいうその、くぼみとかさ、ありがちなところに宝箱とか絶対あったんだろうね。あ。今さ、ウサギ出てきたけどさ、ピンときたのが、前さ、偽りの世界で、水車のところでさ、変なウサギがさ、ベホイミスライムだっけな、なんかいじめてたの覚えてる？ 2 匹くらいいたよね。それとつながりあるのかな。なんか急に今、こう、ピシュンって、なんだろう、推理のさ、こう、つながったみたいなのが出たけど。いたずらウサギさん、にしても果敢すぎるだろ。ん？はい、戻れってことか。なんだこれ今まで展開が全然違うぞ。てっきりさ、この奥のさ、魔獣の菜園かなとこまで行けばいいのかなと思ったんだけども、違うっぽいね。戻っていくと。何なんだ、この展開は。わからないぞ。見えない。いいのかな？メインストーリーだよね、これ。ちょっと不安になる。今までと違うから。よいしょ。まあ、ただ、空想上のさ、ウサギちゃんたちがいるってことは、ザンクローネもいるんじゃないの？困った時に現れるのがスーパーヒーローだからね。さあ、そしたら、なんであの埋もれて、敵かこれ。抜いた瞬間、うえ。さあ来ました、木漏れ日の広場。
つながってる。ってことはこの人偽の世界からこっちに来たんじゃない？で、あとごめんなさい、余分なことを言わせていただくと、ジョーちゃんさ、私よりも足が速いってどういうこっちゃね。そんだけ強靭なね、肉体していながらザンクロニー見ただけで倒れるなんて信じられない。 まあいいや。やっぱそうだね。そしたら戻ればいいのかな？だよね。これなんか、そこまで指示がちゃんとしないって、あれ？いう感じだと思うんだが、困った困った、どうしよう。間違ってないはず。戻りますか、そしたら。一旦出てね。よし。戻ればいいはずなので、メルサンディ。あれ、間違ったらどうしよう。超不安。行けばいいんだよね。ザンクロネさんがさ、こっちまで持ってってくれてるわけだから。間違ってないはずなが、不安が募るな。ここ行っての、ルーデさんに一回話聞いてみるか。私が助けた。まあ助けたは助けたかもしれないけど、ありがとう。ありがとう。ありがとう。何このテンプレ。だからビープル。水？じっくり見れてないんだが、さてと、そうしたらどうしてと。おお、真夜中真夜中、すっげえ綺麗じゃない？このなんだろう、光具合幻想的で好きだな。まさにこうキャンプファイヤーを思い出させる。この垂れ下がってるさ、照明も好きだ。あれ、ベルカさん、ピンクになった。今度またアイちゃんに話しかければいいと思う。さあ行ってみる。この上だね。よいしょ。んで、またこの上。どっちだ？鍵がかかってる場合があると。テラスはこっちか。
すごい表情豊かじゃん。病弱だとは思えない。かっこいい。全然ピンとこない。私には相棒がたくさんいるのに。名前がいいね。うわ、めんどくさそう。はい。なんだこのめんどくささ。さすがドラクエだな。酒場に聞くのと畑のじいさんだけ。何でもじいさんに聞けば分かるってことか。まあいいや、ちょっととりあえず聞こう。じゃないと始まらない。畑、この人か、ドンクさんの君の。まあいいや、なんかよくわかんないけど、まず酒場行こうか。そしたら酒場行きの、よいしょ。どこにいる、どこにいる、いた、バタロート楽じゃん。ごめんドラケ。私すごい文句言ってた。よし、 OK、 簡単だぞこれ。待ってくれ。そしたらあとは、やべ、聞き逃した。畑のじいさん。パン、パンじゃねえ、パン、パンじゃん。来た来た来た。オーケーオーケー。イエッサイエッサ。ん？ごめんドラクエ。やっぱめんどくさい。なんだレッドベリーさん。ふざけんな。なんだレッドベリーって。どこで買えばいいの？取引所とかにあんのかな。そんな気がする。こっち行こう。食材だよね、多分ね。使うもの、素材？レッドベリーって素材じゃない？植物系。レッドベリー。あったね。オッケー。三つ欲しい。よっ。あ、でもこれ、2個と、あと、もう1個、1個。高くね、これ。
高くない？待って、休もう。一番安いです。まあ、行くわ行くわ。うん、バッケロ。これでいい。はい、オッケー。バッケロ。ちょっと待って、なんだこのスピード感。高えよ、もう。オッケーオッケーオッケー、もういいやいいや。オッケー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 。これみんな同じことだからね。やるべきことは一つって感じで。さあ、そしたら高校の人に話しかければ OK なので、話しかけます。うん、くれないじゃん。またすごい名前は。オッケー。ん？ラバニの穴の奥。また歩かせるな。また戻れと。まあいいんだけどもさ。夜中になってますよ。夜中に私にそんな動きをさせるのか。一応子供の顔してるからさ。大人じゃないのに。夜中に、たださ、夜中に洞窟行ってるさ、あの病弱少女もなかなかなんだよね。ほんとに。さーて、行くぞ。大事なもの、ゴーゴー。よし。この先にね、でも近かったから、マイクとかね。そんな苦労はしないと読んでおりますが、どうでしょう。夜のね、この国葬隊。いいね。風車は結構幻想的だよね。あ、中入れんじゃん。初めて知った。だからメインストーリーと関係がなければ、私にも関係がないさ。ほぼほぼ相手にしない。気になるけどね。中に誰がいるのか。よいしょ。そしたら、この先の左だよね。もうすぐですよ。こっち行けば。かわいいよね、これ。リスかわかんないけど。戦ってる。絨毯。魔法の絨毯的なのかな？コウヘイさん。よし、来た。さあ。ここじゃないんだよ、仕掛けるの。ここではなく、奥、ラバニの。おそらくボス戦っぽいけども、なんか雰囲気がさ強そうじゃないんだよね。2匹いるってことはさ、1匹とかだとさラスボス的な匂いがするし強そうな感じするけどさ、ちょっとどうしよう。フレンドの方呼ぶかな。だから流れ的に今呼べる環境じゃない。まあ呼ぶんだったらカットするよ。ただもうここまで来ちゃってるし、今回はちょっといいかな。なんだろう、まだちょっとバージョン 2.1 の進め方が分かってない。どのタイミングでオンラインのね、人と関わればいいのかが分からへんので、とりあえずはこの奥まで行って、今度はそしたら魔獣の際まで行くってことなのかな？そんな気がしますが。多分この奥だよね。行っちゃうか！ね、行っちゃう。おそらくボス戦だろうけど、こっち側、こっち側だね。よしよしよし。多分カットするとなるとまたここまでね来なきゃいけないので、めんどくさいから、それだったらもうこの状態で戦っちゃいましょう。よし、ぐるっと回ってぐるっと行って、やばもう20分になる。どうしよう、行こう。それでも行く。待って。ないか。元気玉系。まあいいや、行こう。あ、全員かけちゃった。すげえ。
いや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 、あからさますぎるだろ。ああ、なるほど。ジャーミーとバーティーって、ジャムとバターをかけてんのか。何この悪役のさ、登場シーンみたいな感じの。弱そうだな。強さ選べる、もしかして。あ、これそしたらボスなんだ。へえ。でも強そうに感じるな。行ってみるか。ほぼほぼ遊びのパーティーで来てるよ、今回。だって魔物使いとかそんな使えないと思って入れてるから。どれも勝てるのかどうか、いけそうな気がして。あー、待ってください。ちょっと待って、見せない。そう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 、うん、まずジャーニーから。でもそんな強くない気がするな。これ気のせいじゃないですか。何か、なんだなんだ、カボチャが爆発したとか。寝てるし、頼むで。起きない起きない。誰か頼む、起こしてくれ。立ったまま寝てるとか。 OK、 センキュー。おー、攻撃するで。よし、まあ力というか防御率は高いけど、防御率は高いけど、メジャーかプロ野球かって何言ってんの。なんか投げた、これまずいんじゃん。離れてみる、なんか嫌な感じする。爆発する気がする。おー、これか。なんかかぼちゃを投げて爆発させてるって感じだな。そんな気すると。行こう、頑張れ。爆弾置いた、何爆弾置いたって。あれか、ちょっと離れよ離れよ、みんな離れるぞ。あっ、ね、なるほど、あんな感じになるのか。よし、出るぞ。また仕掛けてる。離れて離れて、みんな離れて、みんな離れて。あれ爆弾だよ、離れて。捨て身台かけておくか。 OK、 さあ行くぞ。あの爆弾でも強くないな。よーし、あとちょっとだ、倒してくれ。よし、ほい。誰もやらないっていうの、まあいいけど。あとちょっとだよ、ほんと。合わせ死んじゃってる。あ、寝ちゃった、まずい。やっつけてください、頼むで。オッケーオッケーオッケー、もうちょっと。まずい、ミクさん、よーし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 、頼むで。一点ピンチじゃねえか。ナイスプレー、倒した一人。オッケー、かっこいい。ごめん、魔物使いバカにして悪かった。オッケーだー、よし、行くぞ。かわいい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 。手身をかけつつも、もう一匹倒してるかな。ほぼほぼ大丈夫だ。もうあとはもう消耗だ。よし、
最後私決めたいな。そういう時に限って MP がないんだが、ちょっとその、まだ決めないで、魔法使い決めないで決めないでくれ。 OK 間に合った。グッバイ。あー倒しきれてない。まさかの、まさかの、もう最後私が倒したい。待ってくれ、倒さないよ。一番かっこ悪いじゃんか。いや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 、死んだ状態でレベル上がっても心折れるわ。ちょっと待ってくれ。 OK ヒーロー、遅いよ来るのが。そうだったんだ。かっこいい。いい話でしたね。ギリギリ30分いってない。ではまあ今回このぐらいで、また次回もやっていきたいと思います。それではいつもと続くチャンネル登録、コメント、評価、どうぞよろしくお願いします。早くしてごめんね。それでは。